こんにちはジャズドラマーの黒田です今回もご視聴ありがとうございます今回は前回に続きポップスドラムの寄付法ですねポップスドラムの寄付法をやっていきたいと思います僕はミュージカルとかもすごく演奏することもありましてあとこの間もオーケストラのですねゲストドラマで読んでいただいたりとかそういったこともあるのででああいうこうミュージカルなんかとか あとポップスのサポートなんかの場合もそうですが1週間でも20曲とかをこうなさなきゃいけなかったりとかでまあ歌版のまあサポートなんかもやる,なんかやることになるとものすごい大量の曲をこうコピーしなきゃいけないんですね。そうすると一個一個丁寧に書くともちろんそれはそれにいいに越したことはないんですがだからやっぱりこうある程度省略をえそして音楽の骨格の部分はちゃんと取っておくけれどあとは。 その場の雰囲気でいろいろ変えたりしながらの方が結構喜ばれるんですね。で、譜面に書いてあるそのままの通りの仕事っていうのもたまにあります。えー、まあカラオケの録音僕もやってるんですけど、そういうやつの場合はもうフィルインもできれば一緒にやってほしいとか、タムのチューニングまで、えー、ピッチ取って、えー、僕もチューニングチューニングだけで仕事もしたりするんで、またそんなのも作っていきたいと思いますが、で今回はですねこういう譜面の省略の仕方です。でこれ。 一番最初にね、こっちの譜面見ていただくとこれ書いたでしょで、この一小節目っていうのはこのクラッシュをこう叩いて A と B と叩いていけっていうことですねで、次の小節で止まってここね、止まってで、またで、また入れということなんですねそうすると、僕の場合は 頭にクラッシュするのはこれもドラマーの任意のことなのでリズムパターンだけ先に書きます。で小説数これもねあのー、普通にこういう譜面になってますから小説数残りの繰り返しをこういうふうな繰り返しを使ってもいいですがもう2小節って決めといてそうすると1位2位最後の1位でこれで4小節っていうのはこの,この塊で見るんですね。でフィルインだけ書い 例えばこれフィルインなんかももう書かずに僕の場合4小節で二重線を区切っておくとここフィルインなんでここ二重線で区切っておけばもうここ3って書いちゃっても全然平気ですねでクラッシュしてでここで止まるとで止まった場合にここに長休符っていって長休符の場合はここねこういうふうに太い線を書いてもらって上に2を書いてもらうと2小節お休みになるんですそうするとこれとこれだとかなりねえー、書く量が少なくなってやっぱりこう 速くなるで。しかもこういうのってこれこうやってドラマって追ってるわけじゃなくてあこのリズムパターンを4小節やったらこういうフィルインがあるんだっていうふうに見てるわけですよ。そうなってくるとこっちの方が情報としては読みやすかったりしますね。なので、 あのー、どん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 曲をこなしていかなきゃいけないし例えばミュージカルの場合はドラムの譜面をずっと追ってるどこではなくて例えばパこう叩きながら交換音をこっちでそのダンサーに合わせて出さなきゃいけないとかそういう仕事もあるんですねそうなってくるとこうもう今4小節では次フィルインやったら止まるんだっていう情報だけパッて見たらもうこの譜面はもう見ないわけですよ。ってなると上の譜面よりも下の方が逆には読みやすいってことになるわけですね。で 皆さんがよく難しいと思われるですねシンコペーションってやつですこのシンコペーションっていうのはまあこういうフレーズなんですがこれねこのこの僕も最初これ苦手だったんですけどなんとなく読めるようになってきたなんでかっていうとこの譜面ってこの シンコペーションのためにこの前段音って僕は呼んでるんですがシンコペーション前段音のこれがクラッシュなんですね。これで跳躍して飛び越えるわけですよでこの音は絶対になくならないわけです。そしたらその手前のスネアも8ビートのほ合はほ、まあ、10中99.9%必ずスネアがあるので。ね。そうするとこことここは変わらないんですよ。そしたらここ ここはタイがかかってるということはここに音があったらシンコペーションしなくなっちゃうからこの跳躍力がここにボンと落ちちゃうんでってことはここは給付って決まってるんですよじゃあここのスネアに着地するわけだからここも変わらないわけにイオのスネアはねってことがここしか変わらないのねっていうのとここがないバージョン書きました、ね ここのののつ、この2つのパターンしかないまああと他にこ,ここは変えていいんですよだから。っていうふうにしても全然構わないのでって考えるとここは変えてもいいけどこれとこれは、まあ、ほぼほぼ同じ意味ですね。だからえー、足りないと思ったら入れればいいし例えばえー、っとディープパープルの。 全部このドンドターなのでこの場所が入ってるんですねこれ吹奏楽のやつの譜面見てね定番のやつがあるんだけど <music> こうなってるからみんなこれで叩くんだけどここ待ちきれなくなって速くなるししかもここ結構バラバラになりがちなのねこれは手前に足を置いた方がいいって必ず言うんですね <music> この方がみんな取りやすいしでこのバスドラが連続するときは <music> ・まあみたいな、えー、今ちょっと <laughs> やろうと思ったのがこのドーンとこのバスドラのところをスニアで2つに分割して全打音も分割 こういうバリエーションも作れるわけですよそのためにはシシンンコペーションの爆書だけ書いいいてる方がいいだからここに書いたこれこの上の2つはこれで表現できるんですねだからシンコペーションする場合はこうやっていちいち全部書くのとこれだともう倍以上スピードが違いますよねその財布するのはねこれはえと小説の間ねこの2箇所しかない。 帰ってくる時のここのバスドラは入れるか入れないかはこのドラマに任されます。なのでここをタムに変えてもいいしフィルインみたいな音を分割しても構わないしそうなるとこっちの方がその場の他の音を聞きながら足りないなと思った音を増やせばいいし他の人がバラバラやってるんだったらシンプルにした方がいいなと思ったらこっちにえっとこの。 動ンを入れなくてシンプルなパターンを選んだ方がいいし、こういうさじ加減こっちの方がやりやすいんですよ。だから省略した譜面の方が実は読みやすいんですね。なので、えー、復習すると、えー、こういう書き方、要はリピートの記号っていうのはパターンだけ書いておいて小説数が分かれ何でもいいんだと。フィルインはどうしてもこのフィルインにしたければそのフィルインだけ書きてお とけばいいしここ別にスラッシュで合わせる必要もない,ないけどまあ、一応スラッシュで合わせておくとまあ 共通の譜面にはなる。全国せ世界共通の譜面にはなるよとで頭クラッシュしたらここの間の長休譜っていうのもこの7小節とか休むのに7小節全部書くんではなくて上にここに6って書いておけばあ7小節休みだなっていうのが分かるわけですね実際こういう譜面も多いんでこういう譜面を読めるようにするためには書く人の気持ちが分かるべきだとそういうことでございました。 え今回は、えー、以上になります、えー、今回、えー、ためになったと思う方はぜひいいねマークを押していただいて応援ください、えー、それ僕の動画を作る励みになりますから、えー、あとチャンネル登録の方もいいなと思ったらぜひよろしくお願いいたします。それではありがとうございました